うわいいぞいいぞ。おう、ミスター・ブラスコビッチ、あとは溶接機を頼んでいいかな。悪いね。セット？よし。その組織では具体的に何をやっていたのかしら。まさか神秘の技術か何かじゃないでしょうね。神秘だと？そんなもの我々は信じとらんよ。神は信じるがな。ダトイシュードは哲学だな。知識を通じて神を理解するんだ。純然たる理論に基づいてな。神秘などには一切関わっとらんぞ。そう。じゃああなたが作り出した作品だけど、発明した目的は何だったの？君は理解しとらんな。想像する以外に目的や意図など存在しない。神と語り合うためだけの想像なんだよ。わかるかな？こうさんよ。数学の方程式みたいだわ。やれ、やればわかる。一つ解けるたびに神に近づく。使用目的の発明はしないの？想像する行い、それ自体が目的なのよ。ああ、それだな。おしゃべりしながら料理するようなものだな。君にその二つの違いがわかるかな？私が案内する隠れ家は宝箱じゃない。外の世界に持ち出すことが何よりも危険な創造物を隔離保護している場所なんだ。創造された時点で目的は果たされているんだよ。お分かりかな？どこにでも災いはあるわ。よしよし。Sauce.
へえ。はい。はい。うん。なんだテクラ。なぜ寝ないんだ。眠りたくないから。そんな質問は無駄。聞きたいことがあるの。彼には無理。意識を失ったとき、人はどこへ行くの？なぜそんなこと？なんだと？驚いたわ。あなたに脳みそがあったなんて。脳は電気科学的プロセスを行う機械で、意識はそのプロセスの創発特性なの。赤ん坊の表情みたいなものね。つまりあなた自身が電気科学的プロセスなの。基本的に人は連続存在を経験している。その時あなたはあなた自身なのよ。過去にも同じことが言える。そして将来も自分が自分であり続けるだろうという感覚を持っている。わかる？ダメね。続けるわ。脳が外傷を受けると電気科学的プロセスの連続性が一時的に損なわれる。ノックアウトされたボクサーがそう。この時脳の連続的な電気科学的プロセスが止まる。それで意識が失われる。これが無意識という状態。ここからが重要。この時あなたの意識、つまりあなた自身、あなたであり続ける連続性が物質界から消失する。しばらくしてから電気科学的プロセスがまた動き始めて、脳に保存された情報の中から意識が現れる。そこがわからないの。この間人はどこへ行っているの？彼はバカよ。人の意識が失われている間、人は死んでるなんて絶対ありえない。新しい意識が現れるし、同じ脳の中で意識が死ぬなんて論理的じゃない。新しい意識は新しい人間よ。新しい意識は死んだ意識と同じ脳から記憶と認知構造を参照するから、新しい意識はそれを同じ人間だと感じるのよ。だけど実際には新しい意識はペテンに過ぎない。死んだ意識から肉体と脳を引き継いだだけでしょ。子供に説明してるみたい。なる。魂とは何だ。ああ、魂。なんて愚かなの。魂なんて存在しない。人間は生物学的機械以上でも以下でもない。マヌケめ。魂は聖職者や作家が無双している不条理な概念に過ぎない。あなたは異例なの。飛び抜けた無用な存在。お尻から声を出してるのがあなたなの。どういう風の吹き回し？手伝いに来たの？必要ないんだろ。何をしてる？データ収集。ナチスの活動、行動パターン、味方の、敵の、数学ね。予測する。敵の人材配置、次の攻撃場所、その次は敵の行動の最大の要因、敵より先に敵の選択を見つけ出す。未来を予測できるようだが、選択は決まっているのか？人に自由意志なんかない。ちっぽけな存在なのよ。運命を自分で決めるというの？あなたは負ける。物理に逆らって戦うことはできない。運命は俺が決める。当然だろ。物質界の現象は全て因果関係に従っている。あなたの脳もそう。原因が分かれば結果も予測できる。これが全ての原則なの。そうか。その銃は何だ？最後の準備よ。自分の終わりが見えるから、できるだけナチスをたくさん道連れにしてやる。なあ、銃を撃ったことはあるか？教えてくれる？
現地に3ヶ月いたんだろう。脱走したらしい。アイゼンバルトか。生きて帰れないって噂の全部この大男のおかげだ。ブラスコビッチってやつだ。この10年間保護施設にいたらしい。怪我をして入院してたって聞いた。だがそれでいろいろ説明がつくと思わないか。アイゼンバルトとレイクに行くなんて正気の様じゃない。それも生きて戻ってきた。勇敢な人ね。勇敢でクレイジー。しっかり。答えが欲しくてこっちを見てるのね。答えならあるわよ、この猿め。重要な本当の答え、意味のある答え。でもきっとそのほとんどは納得できない。きっとその多くは背中を地面につけて降伏したくなる。きっとその多くは胃に穴を開ける。きっとその多くは心を引き裂く。答えは別のところで見つけた方がいい。答えが欲しくてこっちを見てるのね。答えならあるわよ、この猿め。重要な本当の答え。どうしたよ、ブラスコビッチ。溶接機を知らないか。いや、わからんな。ん、待て。ああ、そうだ。あの噴水の秘密の入り口で柵を直そうとしてた。その時に水に落としちまった。忙しくてそのままになってるが、急ぐなら自分で探してみるといい。何、地図が必要か。噴水の入り口へ行くドアはメインルームのテーブルの後ろだ。噴水の中から溶接機を拾ってきてくれ。君は本当にいいやつだな、テクラ。そうだろう。君はいつも他人を思いやり、周りの仲間たちの負担を取り除くために努力してくれる。まったく君が助けてくれなかったら、俺は背中を痛めてただろうな。つまりその腕まくりまでして張り切ってくれて。休むってことを知らんのか。自分の怒れっぷりを自覚しておかしくなりそうになったことはないのか。いや、大したもんだ。だがそろそろ休んだ方がいいぞ、テクラ。足にはひどい豆ができちまうかもしれない。それか1週間以上も背中が痛むんで、気をそらすためだけに近くにあるもの片っ端からひっつかんで自分の目玉をくり抜きたくなるかもしれない。いや、俺大丈夫だ。クソ天才野郎が。大変そうね、ファーガス。どうしたの、手伝おうか。いや、大丈夫だ。そう、あなた過去現在未来は全ての人や物事にとって均等だと気づいてた。うん、計算式はすでに完成していて、それが変わることはない。変数や方法論について考慮を加えても、未来の出来事は全て予測可能よ。あなたそれを信じる？未来は起こるべくして起こる、そういうことか。おそらくね。バカがナイーブな言い方をするとそうなるわ。これは数学の話よ、ミスター・ファーガス・リード。私には未来がわかるの。朝になれば日が昇ることを知らずに人間が真っ暗闇をさまようことはないわ。じゃあ教えてくれ、先生。俺たちは勝てるのか？あなた、私を怒らせたいの？その計算にどれだけ膨大なデータが必要になると思ってるの？変数だけで途方もない数になる。ベルリンの街を埋め尽くしてしまうのよ。仮にそれだけのデータを集めたところで、なんでこの話をしてるの？時間の無駄ね。一つ言えるのは、ウィリアム・ジョセフ・ブラスコビッチ隊員が大きな衝撃を与えてるってこと。へえ、そうか。その結論に必要な変数はどうやって集めるんだ？ん？変数っていうのは、経験のない任務でさえやり遂げる遂行能力のことか？それとも厳しい状況でも冷静でいられる能力か？それとも臨機応変で見事な戦闘能力のことか？いや、待て、分かったぞ。そうか、あいつが地上最強のナチスキラーマシンだって事実じゃないか？どうだ、俺のケツでも計算できるぞ。どうしていつも私をからかうのよ。まあいいわ、さっさと荷箱を積み上げなさい。
ドアの周りのスペースも考えて。無理か。誰も何も分かっちゃいないんだから。ファーガスの話を聞いたでしょ。みんながいる部屋に行って黄色のドアを出て泳ぐの。なんでこんなにたくさん人がいるの。喋ったり食べたり寝てるときは本当にバカそう。いつも私の邪魔をする。最後に見たのは俺の手から水中に落ちてったときだ。噴水の入り口だったな。セットが必要としているものを探してあげて。いい？ああ、失礼。考え事か。邪魔して悪いんだが、通してもらえるかな。ああ、いいぜ。どうせろくでもないことを考えてただけだ。悪巧みか。俺のような体験をすれば、行かれちまっててもおかしくないだろう。だが、なぜならないか。本当はもう行かれてるのに俺が気づいてないだけかもな。戦争なんだ。気にしても仕方がない。今はこの暴風を乗り切るだけだ。風向きを変えるために。ナチスを滅ぼす。ああ、ナチスを滅ぼす。もしその時が来たら祝杯をあげようじゃないか。おごれよ。Letzte Nacht aufgewacht, als jemand an die Haustür geklopft hat. Ich habe durchs Fenster geschaut und gesehen, wie ein paar schwarz gekleidete Männer mit den Nachbarn redeten. Die Frau weinte mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm. Und dann bin ich wieder ins Bett. Aber ich konnte wegen des Lärms nebenan eine Weile nicht einschlafen. Am nächsten Morgen waren sie weg. Die ganze Familie. Einfach so. Was haben sie getan? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht was. Wir dürfen nicht auffallen. Nur eine verdorbene Frucht und der ganze Korb ist hinüber. Wären, würde es uns doch gesagt werden. Außerdem ist Hans doch in der südwestlichen Mandschurei stationiert und er meinte, dass die letzte Terroristenzelle vor über einem Jahr vollständig ausgelöscht wurde. Ach ja, weißt du schon? Es soll dort richtig schön sein. Sie haben begonnen, eine neue, wunderschöne Stadt aus den Trümmern von Peking aufzubauen. Er hat gesagt, wir sollten in ein paar Jahren dorthin ziehen, wenn alles fertig ist. Dort winken gute Geschäfte. Ach, dein Bruder redet viel, wenn der Tag lang ist. Und nur die Hälfte ist wahr. Und jetzt ist auch im Landen Nautica eine Bombe explodiert. Vor einer Woche war alles noch ruhig. Was ist denn los? Warum tut niemand was gegen diese Terroristen? In letzter Zeit sind verdammt viele Soldaten in den Straßen unterwegs, nicht wahr? Ja, man sollte annehmen, dass sie die nötigen Kräfte haben, um diese Kerle auszulöschen. Sie verstecken sich bestimmt irgendwo in den Bergen. Vielleicht in den Alpen. Man hört ja so manches aus der Schweiz. Ja, vielleicht.
Ja, gnädige Frau? Ich würde gern jemanden melden. Und wen? Eine Nachbarin. Ihr Sohn verhält sich irgendwie seltsam. Ich habe ihn durchs Fenster beobachtet. Er hat den Lippenstift seiner Mutter ausprobiert. Gnädige Frau, ich kann solche Dinge nicht entscheiden. Wenden Sie sich bitte an das Bürgerinformationsbüro, ja? Wissen Sie, wo es ist? Einfach die Straße runter und dann links, ein braunes Haus. Sie können es nicht verfehlen. Dort können Sie das melden. Einen schönen Tag noch. Na gut. Vielen Dank. ナチスの U ボートを盗むならテーブルのこれをセットに修理してもらわないと。セットを手伝ってくれるわね。ごめんなさい。ただ結婚指輪が見つからないの。いつもこうよ。ここに来た時になくしたの。高価なものではないけど彼の形見はそれしかないの。セバスチャン。ブラスコビッチ大尉、ありがとう。妻に再会させてくれて。妻は死んだよ。私は多くを失ってしまった。あなたはいい人だ。何かお礼がしたいんだが、ナチスに全部奪われてしまったんだよ。見つけてくれたのね。ありがとう。